はい、水上です、今回もよろしくお願いいたします、競馬大学今回はもちろん天皇賞春の、大予想ということになります。実はですねただいまもう木曜日の午後ということで、実はこの時間スペシャルゲストとですねつないで、お送りしたいと思っております。今ですね笠松競馬場の方で、送りキャップ記念の、イベントということで、笠松の方にいらっしゃってる安勝さん安藤克美さんですねレジェンドジョッキーの安藤克美さんとつないでお送りしたいと思います。安勝さんお久しぶりです。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまあ早速ねちょっと安勝さんまだこの後も出番ありということで、お忙しいところなんでね早速本当は積もる話もあるんですが、本題の方に行きたいと思うんですけれども、まずですねじゃあちょっと安勝さん鈴鹿マンボでご自身ジョッキーとして天皇賞春制していらっしゃるわけですけれども、当時もちろん京都の天皇賞だったわけですが、この時確かちょっとねレースの最中雨が降ってて、で5番枠から出てもうずっと確か内ラジ沿いぴったりの中段回ってらっしゃいましたよね。そうですね、その前何回か乗った時に、ちょっと折り合い難しいとこあったんで、とにかく馬込み入れてじっとして下向いて乗ろうっていう決めてたんで、内らずぴったりで行きたいっていうのは最初から決めてたんで、ちょっと強引に内に寄って内らずを取りましたよ。なるほど。で最後の直線も内から2投目ぐらいのところをスルッと隙間を縫って、飛び出してきたって感じでしたよね。そうですね、本当ちょっとね人に迷惑かけたところもあったんですけど、あそこは強引にいやいやいや強引に打ち割ってきて、とにかく京都はね、もう内にいても4コーナー絶対外へパッと開くから、内へ回ってても本当安心してるところでもコース取れたんですよ。ああなるほどなるほど、外から寄せられて狭くなるってことがないってことですよね。そうですね、4コーナー回るとね自然と開いちゃうからどこでも空いたところを突っ込めるからね。あそれがまあ花のちょっと後ろぐらいにいれば一集団なら自由でさばけるんだけど、もう一つ後ろだと分かんないけど、ああなるほどなるほど、一集団はさばくのは楽ですね。ということは直線が長い京都だといってもあんまり後ろからの後方一騎ってのはちょっとやりづらいところがあると。確かにね、あんまり外回りたくないし、外やっぱさっき言ったようにバーンと開いちゃうから、その外行くとかなり外になるから、あそっかそっかそっか、できれば、後ろからでもあそこ内を回って直線で馬の間割っていきたいぐらいですね、後ろから来る馬は。ああなるほどね。じゃあそのインへこう、なんとかこうつけられる入れるっていうのが一つのこう大事な構想条件みたいな。そうですね。それかその前に動いて、ある程度濃い動くか参考なぐらいまで。鈴鹿マンボは確かに指してきての勝利だったわけですけど、京都の外回りコースで前に行く馬に乗った場合っていうのはどうなんですか。逃げやすい残りやすいのか逆にしんどいコースなのかというその辺はどうお考えですか。僕は内さえ馬場悪くなければ全然逃げ馬もいいと思います。帰って、ああそうですか。はい、3コーナーからずっと下りになってるんですけど、それを利用してだんだんスピード上げれて、で、京都ってね昔からそんなね重いっていう馬場じゃないから、そうばったり行くことないですよね、先行してても。そういう点ではね、逃げ先行馬は全然外回りでもいいと思います。なるほどなるほど、となると3コーナーで下り坂があって、しかもまあ時計というかこう馬場も軽いということになると、外からまくっていくような競馬はやりづらいですよね。こうなるとそうですね、あんまり遅いようなら反対に3コーナーまでにある程度動くとか、ああもうすでに3コーナーではもう動いておくと、動いててもう一回一息入れるとかね、3コーナーから動くから、なるほど、ああなるほどね。じゃあそうすると下り坂を利用して動くんじゃなくて、その前に、いいところにある程度の ところにはいないといけない。あとはもう下りはやっぱ仕掛けちゃあれだけど、打力でバッと回る分には、やっぱり京都の馬場ってやっぱそんな、ね、力がいる馬場じゃないんで、あんまり長く足使って持つところがあると思います。なるほどね。でまあこのところ阪神で行われていたわけですけれども、そのさっきもおっしゃってたその下り坂が京都の場合あるということですけど、阪神と違ってこの下り坂をなんかこう得意とする馬とか逆に苦手とする馬っていうのは存在するもんなんですか。
前はねよくね、あのね言われたのがゆっくり下ってってよく言ってた、はいはい、聞くんだけど、杉本さん、はい、実況で言ってました ね、うん、僕は最初菊花賞勝った時もそこで動いて勝ったからさすが常識を破る男気にしてなかったからね、あんまり流れに応じて別にあそこで動いたからって、うん、大丈夫だと思うんだけど、無理さえしなければ、うん、あそこを仕掛けていかなければ、うん、馬慣れていく分には全然大丈夫だと思うんだけどね、うん、そうするとやっぱりあれですか、瞬発力を武器にする馬よりはなんか足の持続力を活かせる馬の方がやっぱりいいという感じですか。そうですね、この距離特に 3000m 超えれば持続力があった方がいいと思いますね、うん、ただ、案外スローになる時はもうやっぱ瞬発力の勝負になると切れる馬に負けますけど、うんうん、そういう点でも流れ一つなんだけどね。なるほどね、はい、分かりました。あと、アンカツさん、先週から京都が、はい、リニューアルオープンしたわけですけれども、はい、あの新しい京都競馬開催ご覧になって、うん、例えばその決まり手とか時計の出方とか、うん、その辺はどうお考えですか。はい、先週見てて、はい、最初のうちやっぱり先行馬有利かなと思ったんですよ、うん、やっぱ芝も、ね、傷んでないし、当然考えればやっぱ開幕週で全然使ってないんだから、はい、内回った方が有利に決まってると思うんだけど、はい、まあ、ただ流れに応じて、メインレース、日曜日のメインレース、はい、マイラーズカップかな、はい、あれは差し馬で決まってるし、はい、あの時は上がりもすごく早かったけど、見た感じは先行馬ペースだったんだけど、うん、ただ正直先行馬に強い馬がいないから、あの結果は当たり前だとは思うんだけど、うん、そういう点では別にね、差し馬も逃げ馬も、五分の馬場だと思うね。そうですか。特に外回りは。外回りはね。はい、あと時計が出ましたよね。早かったですよね。そうですね。そういう点ではやっぱある程度スピードある馬の方がいいのかもしれないですね。そこはやっぱりちょっと阪神とは違ってきそうですね。時計が出るということは。そんな気がしますね。上がりがやっぱり全然違いますよね。はい、わかりました。それではなんかこう話してる間に、たった今天皇賞の枠順が出たということですので、はい、ちょっとここからはそれを見ながらちょっとお話を聞いていこうかなと。でその枠順見ますとね、アンカツさん、はい、なんか、はい、結構有力馬内枠固まってませんこれ。そうですね、確かにね、ジャスティンパレスが1枠1番、タイトルホルダーが2枠3番、はい、アスクビクターモアが3枠6番ということで、はい、これやっぱりね、今のアンカツさんのお話で、うん、内進む方がいいというようなこともあったんで、有力馬にとっては、ね、特になんか大きな不利とかは枠はなさそうですよね。そうですね、ただ土日が雨予報っていうのがね、あその点がまあ多分雨降ってもうちの方がいいとは思うんだけどね。そうですね、まだね開幕週2週目ですし、はいですね、はい、でしかも路盤回収したばっかりでね、馬場造園家が東京以上の水はけだって胸を張ってるそうなの で、はい、そうなってくるとやっぱりなんか台風でも来ない限りは思う不良にはならないようなそ, うです、ね、そんな感じはしますけどね、はい、それでやっぱ 3200m っていうとやっぱ絶対ずっと打ち走った方がいいですから、はい、それはそうですよね、距離の差がやっぱり大きくね、コーナーもたくさんありますからね、あとはちょっと差したい馬ではボルドグフーシュが7枠13番引いてますけど、これはどうですか、客室考えるとこんなもんですか、それともやっぱり少し不利かなって感じありますか。前走がある程度前で競馬して、思ったほどの伸びなかったっていう部分もあるから、今回そこまで前で競馬するのかなって、しまいにかけるような気もするんだけど、はいはい、そういう点ではしまいにかければこの位置はこの枠順は別に大丈夫だと思うんだけどね。あとこれあの展開面を考える上で、はい、まあ、当然その、ね、タイトルホルダーとアスクビクターモア、それから逃げたいと陣営が言っているアフリカンゴールドが大阪の8枠17番、はいはい、引いてしまったんですけど、この枠の配置から見てまずその先行争いというか花争いとペースってのはアンカツさんどうお考えですか。まずタイトルが行くでしょう、やっぱりタイトルホルダーが行く、はい、まあ、はい、まあ、出していって、まあ、はい、花行く気で仕掛けていってよっぽどね、うん、外から強引に来れば2番手でもっていうのはあるだろうけど、はい、多分そこまで行く馬いないと思うんで、多分自分の形に持ち込むのはやっぱりタイトルホルダーだと思うんだけどね。アフリカンゴールドがもっとタイトルホルダーに近い枠だったら競りもあったかもしれないですけど、はい、この枠の離れ方だとやっぱり、だけ離れてると そこまでね
あのやっぱり、うん、心理としては、はい、やっぱりね、その人気がある馬じゃないじゃないですか、アフリカンゴールド。はいはいはい、レースを壊してまで強引に競馬していいかなって、うん、やっぱちょっと遠慮しちゃう部分あるんですよね、騎手としては。なるほど、なるほど、はいはいはい。誰かに遠慮するわけじゃなく、やっぱ競馬っていうのを、うん、やっぱ普通に競馬した方がいいなって思っちゃうから、うん、まあ、新人の子でどうしても行けって言われたから行ったっていうなら別だけど、そういう意味ではやっぱ、この枠引いたらね、やっぱりタイトルホルダーが行ってたら、その強引には行かないような気がするんだけどね。うん、なるほどね、はい、あとこれはぜひあのアンカツさんに伺っておきたかったのが、うん、こう人気となる馬の中で、はい、アスクビクターモアだけがこれ天乗りですよね、乗り換わって天乗りになるわけですけど、はいはい、これ天皇賞のような長距離戦で天乗りっていうのは、うん、何か特有の難しさみたいなものってのはあるんですか？そうですね、やっぱり、まあ、天乗りっていうことよりやっぱりその前に乗り役を変えてるわけじゃないですか、どういう事情で変えたのか、はいはい、そういうのは分からないですけど、うん、ただ普通はやっぱりね、その調教師さんとかの言うことをやっぱ、うん、言うように乗んなきゃまた乗せ替えられるかなっていう気はするからね、うん、正直ね、そういう部分では前で競馬してくれよって言えばそういう競馬になっちゃうかもしれないね、うん、ゲート次第だけど、うん、ただまあね、何分にも今乗りに乗ってるあの横山武史ジョッキーですから、はい、もうその辺はこうあんまりもしかしたらね、先生も指示はなさらないかもしれない、任せると思うんですけど、はいはい、そうなった場合にやっぱり横山ジョッキーっていうのはどういうような乗り方するジョッキーと見てますか？それはね、あのやっぱり思い切った競馬するから、うん、ゲートさえ良ければやっぱ前で競馬すると思うね、あの菊花賞を見る限りは、うん、なるほど、はい、まあ、そうするとじゃあタイトルホルダーとつかず離れずの競馬で、そうですね、そういうやっぱりちょっとプレッシャーをかけに、うん、ただ兄弟だからどうかなああ、そっか、そうですね、まあ、カズオジョッキーと兄弟そうですよね、今言われて気がつきました前に行く2頭が兄弟ジョッキーですよね、 そこまでのことはやらないと思うけどね、なるほどね、ただまあね、タイトルホルダーも決してそのスローに落とすような、その例えばイングランディーレみたいな逃げ方する天皇賞の逃げ方じゃないと思うんで、足多分どっかで使わせにかかると思うんですよね。そうすると意外とペース緩まなくて、うん、あの、うん、厳しい天皇賞になるかなっていう、そんな気もするんですけど、その辺どうでしょう？そうですね、やっぱりそこまでスローで瞬発力勝負にはしたくないタイプだから、うん、ないでしょうね、うん、途中から流していくだろうからね、うん、そういう点ではやっぱり 2,3 番手で足使わせる方はやっぱり追っかけなきゃならないから、ある程度、はいはい、案外後位の馬は帰って不利なのかなって気がするけどね。あ、なるほどね、タイトルホルダーのペースで行っちゃうと、うんうん、タイトルホルダーのペースになるとその後ろにいる馬たちは、ね、はい、あ、厳しいかもしれない。そうするとやっぱ後ろで溜めてた馬の方が有利なのかなっていう。なるほど、そういう馬の浮上も、はい、あるかもしれない、ね、ということですね、はい、わかりました。じゃあですね、まあ、その辺いろいろちょっとお話を総合しまして、アンカツさんがですね、今回の天皇賞春で一番買いたい一頭ですね、はい、これをじゃあ挙げていただきたいと思います、はい、アンカツさん、どの馬でしょうか？はい、やっぱりこれはタイトルホルダーです。やっぱりタイトルホルダーですか？はい、うん、はい、そのあたり信頼できるっていうその根拠とか、その辺ちょっと教えていただけますか？前走で有馬記念は全くあの馬の競馬じゃなかったっていうか、全然動きが悪かったんですけど、はい、前走がね、まだ本当じゃないんだけど、行きっぷりが、うん、それでもあの勝ち方したんで、はい、やはりこの距離はスタミナはすごいですし、多少馬場が渋るぐらいの方がいいっていうのも、この馬ね、案外タイトルホルダー長距離の馬の割にピッチ走法で走るんですよね。それだからね、漢方がしっかりしてるから、かえってちょっと馬場が渋った方がいいし、はい、ある程度時計がかかった方がいいような気がするんで、それとやっぱ前走より一段とまたちょっと上積みもあると思うんで、状態面でも、はい、それでやっぱりこの枠引いて、多分陣営もやっぱ花を切る作戦でいくと思うんで、そうなれば正直ね、ここは、まあ、あとはもうこれ以上強い4歳が力つけていったら別だけど、うん、今のところこの馬がまだ一枚上じゃないかなって気はしますけどね。なるほどね、分かりました。じゃあ、まあ、アンカツさんは、はい、多分一番人気になるであろうタイトルホルダー、はい、これをですね、ちょっと今回天皇賞春は信用して信頼してみようじゃないかと
という見解でございました、はい、すいませんアンカスさん、なんかイベントの合間のお忙しいところをお時間いただいて、はい、ありがとうございました。はい、はい、また今度お時間あるときにゆっくりお願いいたします。はい、はいはい、こちらこそどうもありがとうございました。はい、でもし東京にいらっしゃったときはなんか、はい、音もしますんで誘ってください。はい、はい、すみません、お願いします。はい、すみません、ありがとうございました。失礼いたします。はい、はい、というところでね、スペシャルゲスト安藤克美さんとつないでお送りいたしました前半の競馬大学でございます。はい、では後半はですね、いつものようにこの人と一緒に進めていこうと思います。競馬ラボの鹿野くんです。鹿野くん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というところでここからは、ね、アンカツさんからもタイトルホルダーということで、心配ないという話が出ましたが、ここからは私水上の解体二頭と、それからもちろんね、鹿野くんからも推しの一頭を挙げてもらうということで、ございます。では行きましょう。早速ね、私が解体二頭の一頭目、これはですね、これにしました。はい、ジャスティンパレスでございます。ですね、まずまあいくつか推し理由はあるんですけれど、まあ、私はね、やっぱり阪神の天皇賞だったらこのままこの2頭にはあげなかったと思います。しかし京都でやるというのはやはり大きいですよね。天気ですけれども、まあ、私はそんなに雨の影響は馬場には残らないというふうに判断をしましたので、先週ほど早い時計が出るかどうかは別にして もう十分早い時計が出る決着にはなるんじゃないかなと思います。加えて意外とね、こうレースを緩みなく引っ張っていきたい馬たちも揃っているような感じもあるので、うん、そうなってくるとこの馬にとってね、向くレースですね、向くペースになりそうな、そんな気がします。多分後位勢の一角を占めるとは思うんですけれども、ある程度緩みなく流れるレースっていうのは、まあ、意外と後方一騎決まりづらくなりますし、それこそね、アンカツさんもさっきおっしゃってましたけれど、京都の外回りコースは、まあ、後ろから行って外回すと距離ロスでかくなっちゃうということでね、内目をうまくこう刺してくるということを考えれば、ジャスティンパレスって枠も最高じゃないですか。そう考えるとこの馬にとってはもう非常に何というかね、こう外堀というか、いい条件でこう埋まってるなという気がします。で、決闘的な部分でいうと、その速い馬場に強いディープというのはもちろんですし、京都でやった春の天皇賞ということで言えば、まあ、トーセンラーとかね、里のダイヤモンドとか、フィエールマン、グローリーベーズ、この辺りが3着以内に入ってて、でフィエールマンはね、連覇を達成してます。で、グローリーベーズだけはお母さん型というか品系がね、こう日本の、まあ、結構長く続いている目白の品系だったんですけれども、それ以外に挙げた馬たちというのは全部ヨーロッパの血統がね、母の父ですよ、母の父がヨーロッパの血統、サトンダイヤモンドは南米品系ですけれども、母の父で見た場合には、まあ、どっちかっていうとヨーロッパの血が強いというタイプです。まあ、それにももちろん該当しますし、ジャスティンパレスの場合はこのディープのキレをね、スタミナ血統のお母さん方がしっかりと下支えするというすごくいい配合でもあります。さらに言えば、京都で行われている天皇賞の時はやっぱり阪神大賞典組ね、しかもその勝ち馬が非常に安定して、まあ、連帯してくるということ、そういうデータもありますんで、まあ、その傾向も後押ししてますね。というところで、まあ、ジャスティンパレスは、まあ、何をさておいても、買わなければいけない一頭かなと思ってます。鹿野くん、ジャスティンパレス、いつもの位置取りをメインにした鹿野くんの予想でいくとどうでしょうか。はい、先ほどから安藤さんも水上さんもおっしゃってますけど、やっぱりですね、4コーナーで半分より前にいること、はい、もうこれは最低条件ですね。うん、これは京都で行われた2020年2019年、まあ、うん、京都の直近2年間の4コーナーの隊列なんですけど、やっぱりもう4コーナーでは1,2,3 から5,6番手ですかね。もうここ、うん、フィエールマン先頭でしたし、うん、早め先頭、早め先団、これぐらいに取り付いてないと、もう直線で順位が一気に前と後ろが逆転するみたいな天皇賞は見たことがないですよね。うん、そうですね、京都の場合はやっぱりちょっとないですよね。はい、はい、でジャスティンパレスは、うん、水上さんの想定だとおそらくこの内目のこの辺、そうですね、この辺ですね、きっと、もうこの辺につけたらかなり確率は高くなるんじゃないかなと思います。そしてやっぱりルメールジョッキー、天皇賞春得意ですし、うん、あとはもし雨が残った時にその馬場への適性があるのか、
ていうところ、ね、そうですね、そこだけですね。そこに関してはまあはっきり言って、まあ、そのジャスティンパレス自体もね、その位置取り的にはいいですけど、京都は初めてということになるし、あんまりまあなんていうか、その雨のね体勢がどうかっても分かりませんが、まあその京都に関して言えば、さっきから言っているように、その決闘から見れば大丈夫だというところ、それから、うん、雨に関しては私はそれほどね心配してないという、あの心配というのは雨が降る心配をしていないので、まあその辺は あんまり考えてません。それは両馬場でやればそれに越したことはない決闘だと思いますんで、まあそこはあるんですけど、ただね今もう何といっても気候変動というのは激しいですから、予想だにしなかったもうゲリラ豪雨のような大雨が降り注いで、路盤改修間もない京都であっても排水が追いつかないなんていうことが別に可能性がないわけではないんでね、もし万が一そういうふうになったらは、まあさすがにそれはちょっと心配はあります。ですがまあ普通なら大丈夫だというふうに思いますけどね。では続いていってみましょう。私が今年の春の天皇賞で買いたい2頭、もう1頭はですねこれにしました。はい、アスクビクターモア、はい、ディープディープでございます。はい、はい、まあ、ここまでね天皇賞でディープインパクトをしっかりと押して変えるのも多分今年が最後なのかなというふうにも思いますんでね、まあちょっと強めに押しております。でアスクビクターモアの場合は、まずやっぱりポイントがね、あのさっきも言ったようにお母さん型ヨーロッパ血統、これはもう本当にアスクビクターモアの場合はそれが一層強くなっていて、母の父はねサクラローレルのお父さんと同じレインボークエスト入っているという血統ですから、もう京都コースも、まあ、多分いいだろうと思います。でもうねディープにスタミナタイプのお母さんの血統ということで、さっきジャスティンの時にも申し上げた通りでございます。でこの馬の場合は前走のね日経賞に関して言いますと、私はまあそのミチュアル云々もまあそれはなかったとは言いませんが、やっぱりあの出遅れですよね。でしかもあの日経賞の日の中山というのはもう前にいた馬しかもうどうしようもないようなあのコンディションだったんですよ。もうかなり悪くて、なのでもうあんな風に出遅れて後ろから後ろの位置取りになってしまったら、いくらアスクビクターモアでもねちょっとどうしようもなかったし、でしかもあのこれは私の勝手な推測ですよ、もうこれちょっと難しいなと思ったところもあって無理にね押し上げていかなかったような気もするんですよ。反動が残っちゃうし、でアスクビクターモア自体はもうねそれは賞金たくさん持ってて天皇賞出られるわけですから、だからまあ今年の日経賞の負け方というのはこれはもう度外視していいんじゃないのかなというふうに思います。でこの馬の場合はやっぱりある程度ペースが厳しくなった方が、なんというか持ち味が生きる先行馬でもあります。あの緩みのない流れで何かが花に行っていた時にそれをこう追いかけていくような、そういうようなレースをした時がこの馬は一番良さが出ますしね。でそんなねこう上がりが33秒前半みたいな足は使えないんですけれど、だからちょっと東京だと少し負けてしまったりも切れ負けしたりするんですが、まあ、京都だとそういうようなね早い上がりになっても、そういったこう決め手のないタイプが3コーナーからの下りを使ってまあ流れ込めるというような利点もあります。なのでアスクビクターモアに関して言えば、私はこれもねジャスティンと一緒で京都でやると やるというか、これは京都が本来の天皇賞の場なわけですけれども、その本来の場所に戻ってきたということがプラスに働くんじゃないかなというふうに考えてます。さっきの鹿野くんの話からいくと、絶対アスクビクターモアも位置取り的にはいいでしょう。そうですね、縦長で入ってきた場合はきっとこれがタイトルホルダーでこれがアスクビクターモアっていう想定ができると思うんですけど、この辺にいればかなりやっぱり前の方にいる馬のが断然有利なレースですからね、当然位置取り的にはいいと思います。そしてですね、はい、週の初めに上げた動画では言わなかったデータなんですけど、2015年以降京都も阪神も問わず、はい、勝ち馬は全て菊花賞で連帯した馬、おでその8年連続でそうなんですけど、そのうち7回は菊花賞馬なんですよ。なるほどなるほどなるほど、はい、なのでアスクビクターモアは去年の菊花賞馬ですから、うん、まあ、やっぱり長距離のレースは菊花賞天皇賞春ってやっぱりリンクするんだなと。でワールドプレミアが京都の菊花賞馬で阪神の天皇賞勝ったりとかしますんで、はい、やっぱり長距離適性っていう部分を証明はもうされてますし、位置取りも枠もいいですし、これは安倍だけじゃないでしょうかね。なるほどね。あのもしね万が一さっき言ったような大雨になっても、私はねアスクビクターモアは本来はだからあの道悪は悪いわけはないと思うんですよ。ディープにレインボークエストなんで、とにかく前走はもうあの出遅れが全てというふうに思ってます。でしかもねその前走負けた日経賞のような道悪にはどんなに雨が降っても京都はならないと思うんで、だからあのもし悪くなってもアスクビクターモアにとってはこなせる範疇の道悪で私はとどまると思って
ってますから、でしかもねこう今回は乗り換わりですから、この馬にとってのこう悪いイメージというものを、まあ、持ってない、横山武史ジョッキーに乗るわけで、まあ、その辺もね、いいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、なので、今回はねちょっとアスクビクターマンの巻き返し期待したいと思います。鹿野くんからもお墨付きをいただいた2頭、ちょっとね珍しいな、どっちかが否定されるのが下手すりゃ両方ってことが多かったんだけど、今回はとってもね嬉しく思っております。はい、ということでね、私のお宝馬に関しましてはぜひ、競馬ラブの血統トレジャーハンティングをご覧になってください。どなた様も無料で見ることができます。概要欄にリンクを貼ってありますのでぜひ見てください。レース前日の夜、8時までには多分更新終わってると思いますのでね、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは鹿野くんのこの1頭ということで、データ面それから4コーナーの位置取り、鹿野くんが注目している馬はどれでしょうか。はい、今年穴で買いたい馬これです。ディープボンド。ディープボンド、はい、なんかね阪神のイメージがあるけど京都でも行けると。これはですね今年の出走メンバーと天気だから買いたいなと思いましたね。うん、おー、なるほどなるほど。まずはこの馬枠順、国内の重賞でですね最近ほとんど外枠引かされてたんですよ。あー、そうですね、本当そうでした。はい、はい、それが今回4枠7番と久しぶりに真ん中より内に入りました。うん、はい、で、国内の重賞で1から8番枠に入った時は2102で、うんうん、この2っていうのも菊花賞4着と距離適正な合わない皐月賞10着っていうことなんで、うん、まあ内枠に入れば結構堅実というところ、はい、そしてディープボンドは上がりがかかるレースがとにかく得意な馬なんですけど、はい、そうですね、今年のメンバーと天気を考えた時に買いたいと言ったのはタイトルホルダーが引っ張るレースで、うん、まず残り4ハロン3ハロンから用意ドンにはならない、うん、だろうと、うんうんうん、そして土曜日の夜から日曜日の朝まで雨が降るということになれば、うん、パンパンの両馬場超高速決着にはならないだろうと、うん、いうところで前走の阪神大賞典はかなり馬場が良くて上がりが早いレースになってしまったので持ち味できなかったんですけど、はい、今回はその枠順、メンバー、天気予報、うん、そしてもうこのポジションはまあ言うまでもなくディープボンドは前の方にこの辺にいる馬だと思いますんで、ここまで人気を落とすんであればラストチャンスかなと思います。なるほどね、鹿野くんからはディープボンド上がりましたね。お父さんの絆は、まあ確か4着だったのかな、2014年の4着ということで、まあ、惜敗をしてますけれどもね、まあ、着差自体はもう本当にわずかのものだったので勝ったのがフェノーメノでそこから首鼻2分の1だったんですよね。まあ、なので別に京都での長距離適性がないわけではもちろんないですし、まあ、私はねどっちかといったら坂のあるコースの方がベターかなとは思いますけれども、もちろんねディープボンドスタミナは十分ありますから、高速決着にならないと読むんであれば、ぜひこれは抑えておいた方がいいかなというふうには思います。はい、というところで2人で行ってきましたが、なんか大事な馬何も触れないまま終わっちゃうそうですね、タイトルホルダー水上さんどうなんですか。いや、そうです、アンカツさんがねタイトルホルダーって あそこまで押してらっしゃったわけですから、それに関してちょっと何もコメントしないのはっていうのも確かにあるんで、私はねタイトルホルダーはもちろん買います。強い馬だと思いますんで印を打ちますが、本命馬にはちょっとしづらいかなっていうのがあります。いくつか理由があるんですが、まあ最大の理由は週のね頭の血統で分析した時の動画コメントでもお伝えしましたが、3勝クラス以上で距離マイル以上っていうところで見た場合のそのドゥラメンテ3区のその1着馬の回数ですよね。これがやっぱり中山阪神と東京中京、要するにゴール直前に坂があるコースとないコース、これを比べた場合にものすごく差があるということですよね。確かね、東京中京になるとドゥラメンテ3区って今言った条件で当てはめると2勝2着10回なんですよ。で、中山阪神になるとこの1着と2着の回数がほぼ逆回転するぐらいの感じなんで、だからそう考えるとやっぱり取りこぼし、この馬がね逃げて粘る展開にはなると思うんですけど、何かにやられるというシーンの方が私はちょっと浮かんでくるかなという気がします。であとはまあだいぶねこう調教なんかでもそうですし、共同記者会見とか見ても調子は良さそうですけれども、やはりかなり馬場が悪かった日経賞で、圧勝したというねところは
やはりちょっと反動とは言わないまでも、どうなんだろうなという気はします。あれがもっとね負荷のかからないレースだったら良かったかなっていう気がするんですが、結構ねやっぱり馬場大変なところでああいうワンサイドの競馬をすると、まあワンサイドだから大丈夫だったんじゃないかとは思いますけれども、ちょっと走りすぎたような気もしないではないんですよね。そこが少し心配かなという気がします。まああとはね、これはほとんどの馬はそうですけれども、京都コースがね、まあ、初めてということで、これまでの逃げ方とはちょっと勝手が変わってくるというところで、3コーナーから延々続く下り坂というところでね、まあどういうふうにこう動いていくのかというのもね、これもちょっと見どころの一つ。ただもう能力の絶対値で、あっさりというシーンももちろんあると思います。まあなので、まあ多分ね、私はまあ、打つとしたら黒三角ぐらいのちょっと汚いというか卑怯な印の打ち方をしようかなというふうに思ってますけどね。鹿野君、あれでもあれでしょ、タイトルホルダーは展開的にはもちろんいいわけですよね。そうですね、まあほぼほぼ4コーナー縦長で入ってきた場合はここがタイトルホルダーだと思うんですけど、タイトルホルダーの勝ちパターンはもうここなんですよね、当然。ただ負けパターンを見た時に、考えられるのが、まずダービーみたいなああいう上がりの速い競馬場で高速上がりが求められた時、あとはセントライト記念の時みたいに、うちでごちゃごちゃした時と、あともう一個有馬記念なんですけど、うざがらみされたりとか、うざがらみね、なんかにわーって先に行かれた時とかに、2度負けてるので、今年、例えばまあ兄弟なんでそんな意地悪するかなと思うんですけど、アスクビクターモアとかがうざがらみしてきたりとか、アフリカンゴールドが大外からもう切れ込み気味ね、そうね、まあ、その辺はありますね。単独2番手が取れなかったとか、あとね、意外とうざったいのは私はディアステマだと思いますよ。はいはいはい、まあ、ディアステマも結構あの前に行くとしぶといんで、控える競馬はしたくないと思うんで、この辺はやっぱりちょっとタイトルホルダーにとっては、あのどっかで息入れるってことはしづらいかもしれないんですよね。であとはやっぱり3200を逃げ切るっていうのは、まあ、あの京都でやった場合ってやっぱり近年でも人気馬では北サンブラッグぐらいしか例がないので、あのイングランディレとか全く人気なかったですからね。だからその辺考えると、やっぱり人気馬で逃げるって、しかもそのまま押し切って勝つっていうのは、これはいくらタイトルホルダーでも至難の技であることは間違いないと思うんで、まあその辺ですよね。そこをどう兼ね合いを考えるか、まあいろいろこう強い要素がある反面、危ない要素もあるから本命打たないっていう、そういう考え方をね、まあ私はしてみました。あとじゃあ鹿野くんの仮説的に言えば、多分今回はね、アンカツさんもさっきあの意外と出してったら旨味がなかったから控えていくんじゃないかっておっしゃってたけど、ボルドグフーシュとかはちょっと危ない感じですか？そうですね、もう川田ジョッキーが4コーナーでどこの位置にいるかなんですけど、間違ってここの1から5、6番手より後ろになってしまうと、今年ここの前の方が強いので、まあ、きっともうこの辺にいた馬がそのまま掲示板っていうレースになると思うんですよ。ただ有馬記念とか菊花賞みたいにボルドグフーシュがここにいるっていうパターンがかなり馬券内の確率はあるんですけど、ちょっと枠が外すぎたっていうのがありまして、そうですね、ちょっとね、7から8枠っていうのはこの京都開催の2016年から2020年で、まあ、来てはいるんですけど、これそんなに頭数が多くなかった時で、13番から18番になってしまう10117、なるほど。でこの勝った1っていうのは14頭立て14番のピエールマン、で、3着の1回が里のダイヤモンド、両方で名ジョッキーだったなるほどなるほどことはあるんで、まあ両方しか人気馬ですしね、はい、はい、なのでちょっと枠は嫌かなっていうところはありますね。はい、まあ、あとはねボルドグフーシュなんやかんや言って、あの確か2勝クラス勝ってからあとはずっと重賞使ってるんですけど、まあそれでいながらこの成績っていうのはそれは大したもんなんですが、一応まあ勝ってないのは事実なんで、やっぱり1戦級相手だと爪の甘さがどうしても出てしまうっていうのはまあ気にはなりますよね。そこを京都でどうカバーできるかですけど、決闘的には私は必ずしも京都がプラスになるタイプではないんじゃないかなと見てるんで、まあちょっとその辺は心配ではありますよね。まあそういう理由もあって私はこの馬にもあんまり重い印はしたくないなというふうに思っております。
というところで、まとめましょう。まずアンカツさんはもうタイトルホルダーということで、私はジャスティン・パレスとアスク・ビクターマーで、カノ君はディープ・ボンドですね、こちらを推奨ということになりました。皆さんぜひ参考なさってみてください。なお私のお宝馬の方はぜひケワラボ血統トレジャーハンティングの方でご覧ください。どなた様も無料で見ることができます。概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。それからですね、この競馬大学でございますが、チャンネル登録者数が間もなく12万になろうかとしております。皆様のおかげをもちまして、ね、ここまで、登ってまいりましたが、あと一息でございます。なんかどっかの選挙の演説みたいなこと言ってますが、ぜひね、チャンネル登録まだという方はしていただけると、もうとっても嬉しいと思います。間もなく12万の大台が見えてまいりましたんでね、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。それから競馬大学、来週はですね、また週の前半にデータと血統から見た分析、 NHK マイルカップの分析、そして後半の方は最終決断といいますか、買いたい馬を、推奨馬を上げてみたいというふうに思っておりますので、そちらもぜひご覧になってください。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。